サンワダイレクト FM トランスミッター。どうも大切 TV の神崎です。車で iPhone の音楽を聴くために買ってみました。それでは早速開けてみましょう。お、電池付きです。ちゃんと電池をつけてくれてるというのが嬉しいですね。それでは電池を入れてみましょう。これが電源オンオフですか。え、違うの？長押しかな。開けた。長押しで電源オンオフですね。で、これがこれがメモリーボタン。で、これがチューニングボタンとなってます。この青く光るのがいい感じですよね。なるほど。で、iPhone に挿してみましょう。はい。それでは車の FM で試しましょう。ではまずはエンジンをかけましょう。それでまずはチューニングですね。一番低いのがね 87.5 ですね。で 87.5 に合わせましょう。はい。でこれでつながってるはずですね。でね、音楽をかけるわけにはいかないので、私の YouTube をまたかけてみましょうね。どうも大切 TV の神崎です。今日もホネホネザウルスの時間がやってまいりました。さて今日のホネホネザウルスは3番の。あんまりね、音質は良くないような気もしますけど、まあ大きい音で聞けるっていうだけでもありがたいですよね。美味しいガム付きです。ここから先は放送できないんですけど、これでちょっと音楽を聴いてみましょうね。OK、ええ感じで音楽が聴けました。先ほど聴いてもらった私の YouTube の音はね、大したことなかったんですけど、普通の音楽を鳴らせばね、すごくいい音になってました。でね、他のね、シガライターに差し込むタイプでね、結構何種類かあるんですけど、こういうね、電池式っていうのはね、案外少ないんですよね。やっぱりこの電池式の方がね、持ち運びできますし、他のラジオでもね、鳴らせますので、絶対こっちがいいですよね。はい、そんな感じで今回はサンワダイレクトの FM トランスミッターでした。大成 TV 大成 TV 登録してね。